いやー先生、移籍の期間が一応終わったっていうことなんですよね。終わりましたね、もうなんかだから落ち着いたというかあれですけれど、まあこれからどうフィットしていくかみたいな話だし、うん、ポジションもどうなっていくかとかね、うん、誰が一体レギュラーを取るんだろう、ああこの人がレギュラー嬉しいなとかね、うん、わ随分このチーム変わったねとか、ね、変わったけどあれ勝てる、あれ勝ててない勝つとか ね、 ね、出てきますからね、あ全然変わってないけどすげえ勝つじゃんとかね、そうなのよね、あいろいろ出てくるよね、だからうまくいってなかったところのサポーターの皆さんも新しいリーグが始まるような気持ちで迎えるし、うん、また良かったところもまた今後ねリーグ的にどうなっていくかみたいなことですよね、うん、どう、ね、どうなの先生は、これなんか今回の移籍振り返って、お僕としては、うん、あの移籍に対してあんまり組みしてなかったチームっていくつかあるんですよ、組みしてなかった、 あんまりこうノーディールな、そう、福岡さんとか、うん、広島さんとか、彼らが上行くんじゃないかなと思ってます、いや逆に、あなるほど、はい、うん、成熟度というかミニキャンプを経て、そうだって要は、ね、やっぱ移籍があったりするとちょっとそっちに自分たちのリソースとかパワーをちょっとずらさなきゃいけないじゃないですか、鳴らさなきゃいけないなとか、なるほどね、それが全くなく、よし全くだっていう、そういう考え方もあるか、うん、一丸となって練習して戦術とかをね、そうある種ね、こういい選手いっぱい来たけどなんか もめちゃ困るしね、なんかこういろいろ争いもあるから勝手なプレーも増えるっていう考え方もあるでしょうしね、うん、そうなんです、ただ逆にこのチームたちもいいよってのがあるんですよ、うん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 、移籍でめっちゃ取ったチームではあるんですけど、うんうん、水戸さんとか相模原さん、おお、そう、ここは、うんうんうん、もう、うん、笑顔になっていいと思うって思ってて、うん、要は水戸も相模原も、うん、いろんなこう選手を育成していくんだってことで、うん、育成しきった方々が今回こう出ちゃっただけですから、あなるほどね、勝ち星とは違うところに自分たちの目標を持って、それが目標達成できた上で新しい目標が来たわけだから、またどん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 その循環が高まって、うん、チームフェーズ予算も上がっていってってことよね、うん、そうだ、あ一流チームへ一歩近づいたということなんでしょうね、そうだと思います、なるほどですね、やっぱ一喜一憂しちゃいがちなんですけど、うん、そういう見方もあるっていうことなんで、さすがですね、いやいやいや、そこでやっぱり楽しめるのを J リーガーをやってくださってるので、やっぱり確かにそうか、でもあの全体的に見ててもその、うん、ディールのスケールですか、人数であったり予算であったり、はい、そういうのが明らかにこう J1 の特に有力チームなんかね見てても大きくなってきてるような気がするんですけど、これは先生やっぱしお金が大きく回るようになってきてるってこと、うん、そうですね、はあはあうん、それも間違いないです、コロナ禍でこれだから、コロナがなかったらもうよりだったってことじゃないの、そうです、あとでもそれがあった、あのコロナがあったおかげでっていうのが実は1個あって、うんうんうん、そうなの、日本の遺跡がすんばらしくうまくなりました、うまくなった、はいはいはい、あの要はですけど、うんうんうん、あの皆さんにもちょっと知ってほしいこととしては、遺跡で取るってなったら、うん、A っていうチームからこう B っていうチームに来ることが遺跡じゃないですか、はい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 、ってなるとあの元のチームにお金を払わなきゃいけない、うん、はい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 、だけどちゃんと契約期間だとか見ればどっかでその契約期間切れてフリーになったタイミングとかって出てくるわけです、うん、はい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 、最近の日本そこをしっかりグッと狙って遺跡なしで結構取ったりするのが海外からって結構多い、あなるほど、うん、増えてきたなって思うので、う無駄なお金使ってないなっての。ああ、なるほどね。はあ、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 はあ。あとは、なんかこう、盛り上がる話題性の多いっていうかね、ちょうどあの、大阪さん、うん、大阪さんなんかも帰ってきますしね。確かに。武藤さんなんかも帰ってきますし。そうですね。で、ボージャンとね、これ、まあ前回のでも言ったけど、ボムね。神戸が盛り上げてきてくれてますよね。ありがとうだね。本当だね。これだからどう結果に結びついていくかっていうことでしょうけどね。そうなんですよね。うん、楽しいよ。これは楽しいよ。ね、でもだから楽しい、もう一個あるんですよ、そこで。もう一回ちょっと相模原の話になっちゃう。はいはいはい、はい。相模原今回5人入ったんですよ、パリ世代が。もしかしたら3年後、うん、相模原経験してきた方々が全員例えばパリオリンピックの代表メンバーとかいたら、うん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 、ちょっとワクワクして、あ確かにね、うん、あそれはそれでまあ何年後かに結果が出て、そこにまあいっぱい選手がねまた回るようになるっていうことでしょうね、うん、そうなんですよ、これ一番そのいろんな成功があると思うんですよ各チーム、
はい、どのチームが一番なんですか、移籍100点なんですか。まあ、いろんな尺度が、まあ、いろんな尺度があると思うんです。いや、相模原水戸の尺度というとそれは100点ですよね。ええ、なんかだから優勝に近づいたとかさ、うん、なんていうの、これもまだ始まってみなきゃわかんないけどね。わかんないけどね。エンタメ的ね、ユニフォームが売れるとかさ、期待値でやっぱ集客が盛り上がるとかもちろんあるじゃね。はい。先生的に、じゃあもう尺度は問いません。先生的にここの遺跡いいねって思った相模原水戸以外にってのはどこですか。おー、うん、いやいや、それ先生こそいろんな尺度あると思うけどね。あります。うん。いきますよ。はいはい。ブラウブリッツ秋田。ほう、へーへー、どういうところがですか。うん、ブラウブリッツ秋田さんは一人ね、はい、FC 刈谷さんにも行ったんだけど、うん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 、それ以外ではアウトが1でインが1なんですよ。うんうんうん、あ、そんな少ないのに。うん、うん、だってそのアウト、もうちょっと動画なんで派手なトークしてもらっていいですか。いやいや、渋くていいんですよ、渋くて。ごめんなさい、北の皆さん、渋くていいんですけど、すごい聞きたいんですけど、はい、はい、もちろんもちろん、ちゃんとその話もするけど、はい、まずこのストーリーだけでも言わせて。さあ、それはもうね、それがすごい深い理由があるわけですから、皆さん聞いてください。他散歩の皆さんも聞いてくださいよ、これは。だってさ、そのアウトの一人はよ、はい、そのもともとは、はい、ね、静岡でサッカーやってて、はい、大学早稲田行って、早稲田からドイツ行って戻ってきて藤枝に入って、うん、はいはいはい、そこから秋田で J3 経験して、うん、ね、史上最強チームを構成して、うん、J2 に上げたその一人、立役者の一人が、はいはいはい、J1 に育ってったわけですよ、鈴木さんね、鈴木純也さん、はいはいはい、しかももともとその鈴木純也さんと今秋田の監督、うん、吉田健監督は、うん、中学時代の師弟関係。ああ、そう、厚さもあるってことですね。はい、これは新東京ファンの皆さんこそ聞いてくださいよ、これは。そう、それで、だから J1 の話してるんですよ今。ね、そうだよ。送り出したってんだから。はいはいはい、なるほどね。いや、もちろんもちろん、もうミロアカはね、もうカテゴリー全カテゴリーこう、うん、今までやってきてますからね。ただわかんない、このこっちをサブアカに移して最初ですから、はい、やっぱね、やっぱり欲しいじゃないですか。そういう意味も込めて、じゃあちょっとそういう意味も込めてもう一回聞こうかな。はい、そういう意味合いも込めて、のびのび先生、うん、今やね、もうプロの喋り手ですよ、もともとプロの喋り手ですけど、今エンタメも込めたね、プロの喋り手、いろんな尺度から見て考えてくださいね。はい、さあ今期の遺跡、一番これはね、先生が注目してこれはいいんじゃないかっていうのはどこですかね。え、ドン、お願いします。浦和レッズ。ありがとう。これは別にね、無理して言ってないですもんね。はい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 。多分ね、うん、こう世の中全体で考えても、うん、はいはい、神戸っていう考え方は正直ゼロじゃないんですよ。はいはいはい。ただ、インだけだったら僕もヴィッセル神戸って言いたかった。はいはいはい。ただ、古橋アウトを考えてしまうと、どうしても1位には絶対ならないな、はいはい。あー、なるほどね。そうなの。でもあのアウトはさ、やっぱりこう、いいアウトじゃない。そうなの。J リーグのためになるアウトじゃない。そうなの。うんうんうん。そうなの、それも間違いないんだけど、やっぱヴィッセル神戸っていうチームにとっての存在のデカさが、なるほど、デカすぎたがゆえにかな、先生バッチリです。もう今の2つのとこでもエンブレムサムネに入れていいことになりますから。神戸と浦和のね。いや冗談ですよ皆さん。なるほどね。そうだね、そういうキャラでいこうかな、こっちのチャンネルでね。浦和って言ったら何かっていうと、うんうん、そのマーさんに対する奈良さんね、このね、グゴグゴしたこの喋りの中っていうのもあるんだけど、真面目な話で僕は言ったつもりがあって、うん、はい、経済的なプラス収支になったのは一番は浦和じゃないかなと。ああ、なるほどなるほど、うん、はあ、はあはあはあ、もちろんこれからね、神戸でユニフォームたくさん売れる可能性がある、それはちょっとファクトが出てからかなって思うけど、やっぱり実はそこまでお金かけてないんですよ。皆さんが思ってるほど浦和は、うん、あ、そうですか。そうなんですよ、まあ、レオナルドの貯金があったっていうね。あ、それもありますね、うんうん、なんだけどそもそも、あ、でもユンカー取ってるよ、だってうん、いわゆる酒井宏樹選手とかもマルセイユから来たじゃないですか、正直ね。あ、けどマルセイユからアウトした後で来てるんで、移籍金かかってないとか。なるほどなるほどなるほど、うん、そういうのは結構続いてるんで、うん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 、そこまで裏、神戸ほどお金はかけてないな。なるほどね、うん、はあ、はあはあ、そっか、そういう点からすごいなと思います。また先生このさ、はい、いっぱい出したけど今期は今夏は取ってないとかいうチームもあるわけでしょ。
はいはい。ってなると、その、プール金って言うんですか、今回のみならず、はい、この J リーグの中で、一番この今、プール金があるんじゃないか、移籍に使える。なるほどね。っていうチームは、どの辺なんですか、先生の、なんか、なんとなくの計算でいいですけど。2チームあります。あ、はい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 。はい、まずは、はい、川崎フロンターレ。あー、はい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 。これどういった岩田なんですけど。はいはいはい。要は海外移籍組ですよね。もちろんそれでガバッと入った、うん、今回川崎で言うと田中碧と三笘薫が出ました、うん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 、なんだけど入ってきたのが、うん、高校生を一人広告高校から取ったのと、はいはいはい、あとは2月まで重慶にいた選手をフリーで獲得してるので、うんうん、ブラジル人の選手、はい、マルシーニョ選手、はい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 、取ってるんでお金かけてないんです、うんちなみにこれいくらぐらい入っていくらぐらい出たんですか。あーざっくり言えば、はい、ざっくりざっくりざっくり、はい、おまんじゅう何個でいいです、あのリアルの難しいな逆に東京ドーム何個分、まあでも広さじゃねえわ、そうか、レモンレモン何個分とかでもいいですけどね、ビタミンの話だあの、はいはい、5、6億入って、うん、ねえ使ったの5000万ぐらいじゃないですか。ああ、じゃあ4000万は貯金できてる。うん。じゃあ次なる何かのために？そう、しかも、うん、あの今回の契約が半年なの、半年の場合だったら、例えば年俸5000万の人だったら2500万でいいわけじゃないですか。半分しか。ああ、なるほど。だから本当半なんだろう、本当なんめちゃくちゃ残ってるって言っていいと思います。これっていうのは今後次の移籍のためにプールされるんですか？それともなんかいろんな、うん、経費に使うんですか？まあおそらく両方だと思います、うん、川崎。なんかちょっとグラウンドの土剥げてきてるからそこ直そうとかそういうこともうあると思う。もうあるの？あとはユースにも使うと思う。あ、そういうことな、なんか全然別の会計なのかと思って、うん、まあそこはね。っていうのも、うん、あの川崎もやっぱり去年なんだっけ、うん、もう経験してて。経験してて。なんだっけ、はい、8億だっけ？だってダゾーン優勝したらめっちゃもらえるんでしょ、ダゾーンっていうか。あ、そうなんですよ。なんだけど去年半額しかもらってないですよ。そういうリーグでしたもんね、去年ね、コロナの影響で、はいはいはい、結局それらもろもろ合わせて、はい、あの赤字8億円ぐらいで終わってるんですよ。ええ、そうなんですか。そうなんです。ってかほぼ全チームそういうもんだって、しょうがないですけど。なるほど、お客さん入れれなかったしか、うん、そうなんですよ。あ、なるほど、ね、で川崎やっぱりほらイベントたくさんやるチームじゃないですか、うん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 、そういうところで生み出せてたものもほとんど多分なくなってしまったっていうのがあったので、しょうがなかったかなと思いますが。なるほど、そうなんだ。うん、だからそこにはちょうど当て褒めるっていうのもあると思うので、よかったんじゃないかなと思いますけどね。なるほどね。ああ、じゃあ、ああ、そういうのもあるのね。そうなの。じゃあ川崎以外結構大変じゃないじゃん。そうなんですよ。そんな中で、ジュビロ？ジュビロ。誰が、あ、伊藤さん？伊藤選手が出たっていうのがあるんですが、うんうん、その代わり何人かやってきたけど、うん、あのそんなにお金かけずに取ってるってのもあるのと、ああ、そうですか、あのジュビロは元からなんか多分違う事業かなんか、そのいわゆるトップチーム以外であると思うんですけど、内部留保が結構元から多いんですよ。うん、あ、そうなんで、そうなんですよ。これプールされてるよ。よく知ってます。どこでそれ？じゃ見る中でどっかで出したいですよ、その話も。そうなんですね。だからちょっと生々しくなるのと、他の話とかいいかなって。だからおまんじゅうの個数でやりましょうよ。あ、いいですね。ね例えで、もし、世界のサッカーが10人の村だったらみたいな、うん、もし、世界の流通がおまんじゅうだけで行われてたらっていうねおまんじゅうかどうかわかんないけどね、そういうことですよね。なるほどね、うん、なのよ、なのよと。わかりました、そういうことなんですね、はい、でも世界的にいろいろ大変な中、やっぱ海外に移籍させたらお金が入ってくるっていう話じゃない、今端的に言うと。海外のチームはよく買えますね、はい、そんな大きなお金出してね。あの、うん、これやっぱりチームによるんですけど、うん、あのいわゆるいろんなことやってんすよね。いろんなこと、うん、うん、あのいわゆるラーメン屋さんとかラーメン屋さんは分かんないけど飲食店経営してるチームありますよ。あ、海外に、そう、そういうのもあるから。そういういろんなことやってるじゃないでしょ、でも先生言ったの。まあ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 。広げちゃダメよ、それ。でもそれも含めて。あ、含めて？ああ、そう。だってあと、だって不動産業営んでるところあるので。ああ、そういうもんですか。ああ、なるほど。
うん、だそういうのでお金持ってるチームとかもあれば、あそういうことなんだ。そう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 。うんうんうん、あとどんな時代になってもやっぱ石油は金儲かりますからね。そういうことですか。そうですね。あなるほどな。そういうのはついてますね。わかりました。なるほど。うん、面白かった。というわけで、はい、休み時間トークね。これ毎日やっていきましょうね。もちろんねっていうやりましょうになってますから一つよろしくお願いします。そのうちだからね、うん、こっちもだから2本ぐらいになってるかもしれませんけど。いやじゃあ分けますよ2日にね。確かにね。ありがとう、気軽に聞いてください。こっちサブチャンネルになってますんでね、チャンネル登録まだの方ぜひしといてください、ね、お願いします。このボタンもよろしくお願いします。あとコメント欄でいろいろこんな話してくださいとかね、これどう思いますか、うん、みたいのは次の日のネタに、ね、いや来ていただけたらすげー助かる、ね、させていただきますので一つよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございます。これ先生ランチタイムに出してるんですけどどう思います。いやいいと思います、ね、昼はミルワカカフェみたいなことでね、うん、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ恒例の先生からの教訓、今日の教訓よー、トントン。どんな時でも初めてやらしてんだよこれ。お金は貯めておけ。ありがとうございます。明日も聞いてください。さあ授業に戻りましょうね。レミルクサッカーアカデミー本編も聞いてください。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございます。貯金しましょう。いや頑張ってみんな。